はい、あ、こんばんは、どんちゃんさん、こんばんは、よろしくお願いします。ともこさん、はらぺこさん、ブログピグさん、皆さん、続々と集まっていただいてますね。ありがとうございます。サザエさん、こんばんは。いつもありがとうございます。はい、ちょっと最初見れなかったな。バンミーさん、スタジオジェンマさん、マルエちゃん、マルーレちゃんか、アコさん、などなど。はい、はらぺこさん、こんばんは。イズポンさんもありがとうございます。はい、それではちょっとね、今日遅れちゃってごめんなさい、ちょっとねパソコンのトラブルがあって焦ったんですけれども、はい、MF ペルルスイーツさん、はるなさん、のりやさん、はい、アロハウィズムさんね、はい、皆さんこんばんは、ありがとうございます。今日もまた、ライブやっていきたいと思います。今日は柿とほうじ茶の手抜きタルトということでですね、今までももう手抜きタルトっていうのは、いちじくであったりとか、あとは何でやったんだっけ、プラムであったりとかっていうことでですね、結構な数の方に作レポをいただいていたりするので、もうすでにあ、なんだ、若葉先生、髪型かわいい。ありがとうございます。なんか違ったっけね、いつも。なんか同じ気がするんですけど。はい。ありがとうございます。何言ってたんだっけ？そう。そう、手抜きタルトっていうね、もうシリーズでやってるんですね。もうしつこく同じのでこすってます。割と人気なんでね。で、今回柿でやろうと。ただね、毎回毎回ちょっと変えてます。例えば、なんだっけな、もう忘れちゃってるな。プラムの時はアールグレーの茶葉入れたりとか、あとはイチジクの時はクルミを入れたりとかで、今日は柿で、ほうじ茶と合わせていくっていうことにしましたので、少しずつね変えていってるっていうのと、あとね、土台の量を減らしました。今日っていうのはなんか土台がですね、今までちょっと厚かったかなと思って少し減らしたということで、少しバージョンアップしているので、今まですでに 手抜きタルトを作ってくださっている方もぜひまた見ていただければと思います。はい、シュガーママさん、ミカヌサギさん、うまく言えてなかったごめんなさい、ジュンさん、よりどころちゃんと読めてないな、セイコさん、かなこベップさん、などなど。はい、皆さん、あ、もう30人、あ、嬉しいな。はい、それではもう早速始めていきたいと思います。ですね、ではまず、そうですね、配合を見てもらった方がいいですよね。で、このお菓子は3つのパーツからなってます。一番下の土台と、それから真ん中のクレームダバンド、そして上の柿っていうことになりますね。で、この3つなんですけど、土台が普通のタルトと違ってクランブル生地になってます。クランブルね、皆さんご存知ですよね。結構クランブルタルトとかって言って、上にパラパラってかけて、こうサクサクっとしたね、食感を得るために、こう上にかけたりすることの方が多かったりしますよね、うん、で、それを土台に持ってきちゃうっていう感じです。はい、タッカーさん、カシケットさん、皆さんありがとうございます。ということで、じゃあちょっとね、まずね、配合から見ていきましょう。で、ちなみにですね、今日は今配合はご紹介させていただきますけれども、詳しいレシピは明日公式 LINE の方から皆さんにお送りします。ですから、それがね、欲しい方はぜひ LINE 登録していただけると明日には届くっていうことになっておりますので、よろしくお願いします。はい、それではまずは画面共有していきます。はい、コメントをオフ。はい、これで皆さん見えてますね。はい、土台になるクランブル生地ですね。まあ、クランブル生地って大体同割りの配合が多かったりしますので、薄力粉、アーモンドパウダー、きび砂糖、そして無塩発酵バター、これが全部同割りで入ってきて、そこに、まあ、味のアクセントとして岩塩が一つまみ入ります。で、薄力粉は正直何でもいいんですね。で、今まではですね、割と普通のスポンジケーキに使う、徳宝傘とかそういったもので、今ある家にあるものでやってたんですけれども、今回ね、エクリチュールでやったらやっぱりね、明らかにね、ザクザク感が上がって美味しかったので、もしね、あったらこれおすすめですよということで書いておきました。はい、
で、このね、胴割りの配合がクランブル。で、あとガルニチュール。ガルニチュールってね、お菓子とか料理用語になりますけども、具ですね。今日の場合は柿になります。で、柿はまあ、柿も何でもいいんですけれども、このお写真のようにね、きれいに並べることを考えると、種が入っていないものの方が、まあ、綺麗に並べやすいかと思います。今だったら次郎柿そろそろ終わりかな、次郎柿とかこれからまだあるのは冬柿ですか、そういったものがいいんじゃないかなと。あとは薄く切って並べることを考えると、あまり熟しすぎてると困りますよね。もうこう手で触ってるうちにこう崩れてきちゃうようなものだと困りますので、少し硬さがちゃんと残ってるものということです。で、ここにグラニュー糖適宜、ラム酒適宜って書いてあるんですけれども、これはですね、少しマリネすると美味しいです。なので、柿をスライス、皮むいてスライスして、そこでですね、使う30分前ぐらいにグラニュー糖とラム酒を適当にですね、パッパッとちょっとかけておくんですね。そうすると柿から水分が出て、その分ちょっとね、お砂糖入ってきます。まあ、グラニュー糖ね、そんな甘くしたいってわけじゃないんで、そんなたっぷり使わなくていいですよ。でもちょっとこうお水を引き出すみたいな感じです。余計な水分出してあげて、でちょっとそこにグラニュー糖とラム酒の香りが逆に入っていくみたいな感じで、ひと手間かけてあげるとより美味しくなります。でしかも柿はですね、さっきから言ってるようにグズグズのこう柔らかいものはちょっとこの、タルトのね形を作る上で難しいので、多少しっかりと硬いものを選ぶっていうことにはなるんですが、その時ね、やっぱり硬すぎたりすると、今度は逆にね、味が、まあ、甘さがまだ乗ってないようなやつだと、この処理をしてあげた方がいいと思いますね、なおさら、うん、なので、面倒くさくなければこれはやっていただくといいかなと思います。はい、でちょっとこれだけじゃないです、2枚目いきます。はい、で次が、はい、クレームダマンドね、クレームダマンドも皆さんねご存知だと思います。結構胴割りの配合が多いのでめちゃ簡単ですよね。もう暗記できちゃいますね、全部が 30g っていう感じなので、覚えやすいと思います。クレームダマンドは無塩発酵バター30の、粉糖30の、全卵30の、アーモンドパウダー30ということになりますけれども、今日はここに、ほうじ茶粉末のものを入れます。私は普通に飲む用のほうじ茶をミルサーで引いて、で、ちょっと茎が入ってたりしますよね、ほうじ茶の場合。そうすると食感的にちょっと硬すぎるかなっていうのがあるんで、茶こしで振るって細かいものだけ集めて 1g っていう感じにしてますけれども、富澤商店とかで製菓用のほうじ茶のすごい細かいの売ってますよね。ああいうのでそのまま買ってきて使うのも楽なんで、それでもいいかもしれませんね。はい、あと、薄力粉の少量、ちょっとつなぎな感じで入ります。そして香り付けのラム酒、これはお好みで入れても入れなくてもいいと。はい、そして焼き上がった時に、仕上げとしてナパージュミックス 20g と水 40g、これはツヤ出しですね。はい、なのでこれが配合になります。詳しい作り方はアースラインの方から送らせていただきます。はい、そしたらちょっと一旦画面共有を停止して、作業入ってきます。これで画面停止して、コメント今オフになっちゃってごめんなさい。今ねずっとコメントオフにしてるので、これからオンにしてるんで、途中から見ていただいてる方もしかして質問とかまだ来てないね、大丈夫みたいですね。はい、大丈夫みたいなので、はい、それでは、そう、3層からなっているということは分かっていただけたと思うんですけれども、ちょっとね、時間の関係でクレームダマンドから作っていくかな、うん、はい、本当は下から作っていくんですよ。だから、最初にクランブル生地ってなるんですけれども、たまたまちょっとね、先にクランブル生地焼いてあって後で差し替えしていくっていうようなこともあるので、クレームダマンドから作っていきますね。それではちょっとね、画面、下に向けちゃうので、皆さんね、もしかして質問とか見えないかもしれませんけど、後でちゃんと拾いますので、はい、ということでちょっと下向けます。はい、それではこれで見えてるかな。はい、でクレームダマンドなので、バター、室温に置いてあるもの、これ今柔らかくなってますね。はい、ここに対して全部胴割りになってますから、
グラニュー糖じゃないや、粉糖ですね、この場合。粉糖30のアーモンドパウダー30、薄力粉3、ほうじ茶ということになりますね。それからあとはお好みでラム酒ということで、ラム酒も用意しておきます。ちなみにほうじ茶ね、どうやったかっていうのを一旦お見せすると、私の場合はこういうミルサーでガーって、適当にちょっと 1g より多いね、多めにこう引きました。で、引いたものを茶こしでこうちょっと振るって、こんな感じで、それで茶こしを通ったこの細かいのだけ使ってます。ほうじ茶の場合は茎とかも結構多いんでね、ちょっと茎だと少し当たりが強いかなと思って、こういう細かめな感じにしておきました。はい、じゃあこれはね、もう混ぜるだけ。ただあれですね、 あと何、卵言ってなかった、全卵も入ります。 30g ですからね、量が少ないです。直径が 15cm のセルクル用の配合になってます。ちょっと待ってね、これはい、それではこれでまずはバターね、で卵とか室温にしておいてくださいね。はい、こういうふうにね、もう室温にしている発酵バターも柔らかくなっております。ここにはい、粉糖ですね。はい、最初ちょっと粉っぽい感じですけど、すぐね、全体粉っぽさがなくなってバターと粉糖が馴染んでくるかと思います。はい、そしたらね、ある程度馴染んできたらもうこっから先はホイッパーでやっていきますね。はい、それでもうぐるぐると混ぜ、正直言ってね、次は卵、全卵って言いましたけどね、ここでほうじ茶も入れちゃってもいいですよ、先に。あんまりここの順番は気にしていない。はい、まあ、ほうじ茶の香りとなんか柿って合いますよね。やっぱりなんか同じ時期のものを合わせていくとこう違和感がなく合うっていう感じですよね。ちょっと和な雰囲気っていう部分でもほうじ茶と柿合うんじゃないかなと思います。はい、卵も入れながらなじませていきますね。まあ、全部入れきるあたりで若干分離気味な感じになるかもしれませんけれども、最終的にはアーモンドパウダーと薄力粉入った時点でまとまるとは思いますね。はい、これで全部入れ切りました。はい、そしたらここにアーモンドパウダーと、そしてちょっとの量の薄力粉です。これを振るって、そう、振るの忘れちゃったから振るいながら入れちゃいます。はい、ちょっとね、網を出しとくの忘れちゃった。はい、そしてこれで混ざったら出来上がりです。あ、違うね。
ラム酒入れるんだった。ラム酒はお好みです。入れても入れなくてもいいかなと。まあ皆さんね、私のことよくご存知の方は皆さんご存知だと思うんですけど、私はお酒が好きなので大概何でも割と入れちゃう方ですけれども、小さじ1杯ぐらいです。はい、そうしてこれで混ざればいいです。はい、そしたらこれ一旦ね、ちょっと冷蔵庫に、あ、違うな、入れちゃう、敷き込んじゃおう、型に入れます。はい、じゃあ型の準備ですよね。いろいろね、順番が逆になっちゃってますけど、じゃあ型はどういうものを使うのっていうことなんですが、はい、今日はタルトと言いつつセルクルを使います。直径15センチ、そしてこれたまたま高さは5センチなんですけど、5センチでも4センチでも構わないです。そもそもの今回のタルトはそうですね、2.5 センチから3センチぐらいかな、それよりも背が高いセルクルを使っていただければ OK っていう感じです。で、ここをくっつかないようにするためにバターを塗るか、バターを塗った上にこう紙を敷くかっていうところなんですが、まあ、ちょっとやってみた結果ですね、こう柿がこうセルクルにこうくっついて、それで一緒に焼いてると結構長時間ね、オーブンに入れるので焦げてきて、そしてなんか、まあ、キャラメル化してそれがくっついちゃうんですね、ここに。でバター塗っててもくっついて、こう型から外す時に柿がピロンとここの、セルクルの方に張り付いたままで取れてきちゃったりすることもあったりして、紙の方が安全だと思いました。めんどくさくなければ紙を用意して、このベーキングシートね、でここの内側に貼っちゃいます。で貼るときは、まあ、もちろんバターなんかがあればそれで貼り付くので、バターは割とそんな丁寧じゃなくていいわけです。紙が貼り付けばいいという感じなので、これ紙がなくてバターで貼り付く、そもそもね、ひっつき防止にバターを塗るっていうんだったらバターをもっと丁寧に塗ることにはなるんですけど、今日はとにかく紙を貼り付けるために塗ってるバターですから、割と雑にペタペタっとこう塗って、あ、そうして型、はい、今鉄板にシルパンを置きました。これはシルパンでもいいし、シルパッドでもいいです。そしてここに内側にこういう風に紙をダーッと貼る。バターがついているからきっちり貼り付きますよね。はい、そしてこれちょっとピラッと剥がして、こっちを、あ、ちょっと長すぎる。ごめんなさい、これ長すぎるね、そもそも。はい、こんな感じで。こっちも貼り付いてる部分を少し剥がして、ピタッとつけてあげると。こんな感じで、はい。セルクルの周りにベーキングシートが貼り付けてあれば良いと。でここにクランブルを敷き詰めて焼くんです。でそのクランブルの作り方は後にします。そしてちょっとここでね、料理番組みたいですけど差し替え、クランブルを焼いた状態のものを今持ってきます。はい、これはクランブルを中に入れて、そして160度で15分焼いた状態のものです、はい、でしかも冷めてる状態ね。ここが今熱々だとこのね、アーモンドクリーム入れたら溶けちゃいますよね、バターがね。なのでもうこう粗熱が取れて、まあ要は室温の状態になってます。ここでこれを入れちゃいます。まあ、丁寧にやりたかったら絞り袋に入れて絞ると平らになりやすいですが、まあ
ね、家庭で作る気軽なタルトみたいな、今日手抜きタルトって名前つけたぐらいだからね、絞り袋とか使いたくないなという感じ。普通にこれで広げてなるべく平らになるようにしておけばいいかなと思います。はい、これで敷き詰めたんですけど、あとはちょっと平らにしたいんですよね。ここの上に柿を並べていくことになりますので、柿が並べやすいように平らにしていきます。そしてこれをですね、ちょっと冷凍庫で、まあ、ちょっと今ね、時間がないから冷凍庫です。時間があるんだったら別に冷蔵庫でもいいですよ。ちょっと固めてあげると柿が並べやすいですね。これが今あまりにも柔らかいと、この上に柿を置いていくと、例えば柿を置いてからちょっとずらしたい時とか、こう柿を動かすと、どん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 このクリームがね、剥がれてきちゃったりして汚らしくなるんですね。だからちょっと固めてあげたいという感じですね。はい、まあある程度平らになればいいって感じですね。はい、でこういうふうに、平らにしました。でこれを今から冷凍庫に入れます。一回あげようかな、上。はい、私文字見えてなかったからね。はい、皆さん、それではちょっとここまで、なんかご質問ある方いらっしゃいますかね。ないかも、来てないかも、うん、ないね、ないね。はい、もし、ご質問があったらね、この段階でしていただければ、しばらく上向けてるので画面が見えますね。はい、46人も来てます。はい、で、はい、じゃあ今はクレームダマンドを作って、そしてクランブルの上に伸ばしました。はい、愛花さんこんばんは。はい、いつもありがとうございます。はい、それでは今度は、次時間差で今度はクランブルをやっていきます。で、クランブルは薄力粉と、それからきび砂糖と、そしてアーモンドパウダーで、岩塩ね、あとは、そして無塩発酵バターです。これきび砂糖は別にきび砂糖だけじゃなくて、天才糖でもいいですし、まあ別にグラニュー糖でももちろんいいし、まあそういったね、ブラック黒砂糖だとちょっと強いのかなっていう感じはありますけれども、少し茶色い系の砂糖だと雰囲気合うかなと思います。はい、どんちゃんさんのね、ご質問、冷蔵庫だと何分置きますか、今のクレームダマンドのことだと思いますけれども、まあ触ってちょっと硬いなって思えばいいです。まあ15分もあればいいです。ガチガチに固めたいというわけではないので、バターで今柔らかくなっている状態なので、それが少しね冷えて固まってくれれば、その後の作業がしやすいって、その程度の話なのでね、あんまり何分っていう厳密に考えなくてもいいです。はい、でじゃあちょっと続き、今まだ質問来てないみたいなので続きやります。今度はクランブルを作ります。はい、ではクランブル、じゃあちょっと下向けますね、もう一回。はい、はい、じゃあ皆さん今見えてるのがね、こちらがきび砂糖、それから、こちらがね、薄力粉ですけど、今日はエクリチュール使ってます。それからアーモンドパウダー、そしてここに、岩塩を入れます。クランブルはもう塩を割としっかり感じちゃうぐらいに入れると美味しいと思います。でテーブル塩のサラサラしているやつだと全体にしょっぱくなるんだけど、そういうんじゃなくて、粒子の洗い物をあえて入れて食べる時も、その
塩が残っていると。食べるとき、あ、ここはしょっぱいなとかね、ここはしょっぱくないなっていうムラがある感じがいいです。なので、はい、これ今ね、ゲランドの塩ですけど、一つまみっていうのも人によって結構違うから、割とこれにはたくさん入れたいので、一つまみ3本指でガシッとつまんで結構入ります。はい、こんな感じね。そしたらこれをふるっていきます。はい、ここの中で、はい、ボウルの中にふるい入れる。はい、ちょっとね、きび砂糖だから塊が残ってますね。はい、でこれ例えば1台分だから量がそんなにないので、はっきり言ってもう手でやっちゃってる。あ、これ最後残ってるのは岩塩ね、だからこれは入れちゃってください。このね、3倍ぐらいをいっぺんに仕込むんであれば、フードプロセッサーでもうやっちゃおうかなっていったところです。これぐらい量が少ないと、フードプロセッサー出したり洗ったりすることもめんどくさいぐらいのレベルなので、手でやってしまいますね。はい。では、ここでバター。これはね、室温に出しておかないでもいいです。ちょっと前から出てましたけどね。そんなに柔らかくなくてもいいです。ちょっとこう、粉の中にストーンと入れて、もうこの中でちぎっていっちゃいます。はい。粉にまぶして、そしてこうちょっとちぎって混ぜていく。あ、なので室温じゃない方がいいですね。ベタベタくっつかない方がいいんで、冷蔵庫から出したものをちぎる方がいいです。ゆっくりちょっと出してたので今ベタっとしてますけれども、ただね、これエクリチュールでやるとそんなにベタつかないで、ちゃんとそぼろ状になりますね。これがね、バター柔らかくて、かつ、そうですね、薄力粉がもうちょっとね、いわゆる薄力粉、軽いタイプの薄力粉だと、ちょっとこう、ベタっとして、こう、一つの塊になりがちです。で、もしね、一つの塊になったとしたら、別にそれはですね、これカードで、後で、塊になったものをこうやってばらしてあげればいいので、塊になったからって大問題っていうことじゃ全然ないでしょ、うん、まあ、そぼろ状にしたい、はい、なのでこうやってバターをちぎりながら粉の中で混ぜていくって感じで、この作業を大量に仕込むんだったらフードプロセッサーでやってもいいんじゃないですかっていう話ね。はい、こうやって、ね、こうそぼろ状になりましたよね。で、大きなバターの塊がもうほぼなくなっていると思います。こういうのは気軽に作るものなので、仮にバターの塊がちょっと残ってたからといって、それはそれで別に問題ないですけどね、そんなに神経質になるものでもないです。どうですか、こうやってね、そぼろになってればいいです。たまに大きな塊が、特にエクリチュールとかじゃなくて、もうちょっとね、軽い薄力粉の場合、もうちょっとここで固まってたりすると思いますので、その場合はこうやってカードでこうやって切ってあげて、そしてばらしておくといいかもしれないですね。はい、この状態で一旦冷凍庫で冷やし固めます。あ、固めるんじゃなくて冷やす、はい、しっかりと冷やした状態で焼いてあげるとサクサクになりますんでね、これは一旦冷凍庫に入れます。それではちょっともう一回見たけど、はい、今クランブル作りましたけど、ここはここまでは大丈夫ですか。はい、クランブルの作り方は、まあ、簡単ですよね。はい、そしたら次はだからもうね、クレームダマンドやった、クランブルやった、そしたら次は柿の準備になります。はい、で柿なんですけれども、今ねカットする方法をお見せします。ナイフ。もう一回下向けます。はい。これで、ですね、
まずちょっともう1個分全部処理するのを見ていただくのはさすがにもう見るのも飽きると思いますので半分のとこから始めます。でちょうど柿は1個使います、うん、でまずこれ半分に切りましたのとこから始めますね。はい、で1個の柿を24切れにカットしたいんですよ。なのでまあ、半分ですからこれが12切れになるということですね。はい、でこれ半分に切りました。でさらにこれを半分に切ります。はい、そしてねここでヘタを取っちゃう。でさらにこの4分の1を半分に切るってことはこれが1個ずつ8分の1になるってことですよね、この時点で。これで柿の8分の1になりました。ここで私は皮を剥くんですけどね、まあ、最初に剥いちゃってもいいですけどね。ここでこうくるっと丸く剥いてあげるとここのカーブがつるっとなるので私はこういう剥き方しますけどね。包丁は自分が慣れてる剥き方でやっていただいて全然構わないです。ここが欠けちゃいました。今こういう切り方もできますね。ちなみに、はい、見えてるのかな、見えてるね。こういう状態、こっちからこう入れていってこんな風に切るというのでもいいかもね。こんな感じで、はい、それでこの8分の1をさらに3等分にしていくわけ。そうすると 3×8 で24切れになるということですよね。はい、そうしたらこれを3等分にするということはですよ、見えてるのかな、見えてるね。はい、これを3等分にするわけだから、まあ、ちょっとこう 3分の1のとこに印をつけておいてあげてもいいですね。そしてこうやって置いて、こうやってカットしていくと。で、これをひたすら並べていく。こういう切り方ね。はい、こんな風にして今ちょうど半分ですからこれでちょうど12個になった。ですから丸のまま1個だと24切れ取れると。でこれをねこういうふうにバットに並べていただいて、そしてさっき言ったようにちょっとマリネするわけです。なのでここはもう今ちょっとこれまな板だからバットの方がいいですね。はい、これをですよ並べて、そしてまあ何グラムというよりは軽くグラニュー糖を振る。だからドサッとかからないようになんかこう茶こしとかあるといいかもしれないですね。これでこうタン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 と軽く全体にササッと振って、そしてラム酒もちょっと軽く振りかけたい、うん、ということで、まあ、例えばこれを軽く
こんな感じでさささっとかけて、そして、まあ、30分以上置いてあげる。そうすると、まあ、浸透圧のね関係で柿の方からはちょっと余計な水分が出て、そしてあのねグラニュー糖とラム酒のこのね風味がついていくということになります。はい、でですよ、これはもうやってあります、ね、30分置きたかったので、ライブが始まる30分前にやったのがこちらになります。でこうやるとちょっとこう水分がこう出てきてますよね、うん、でなんかこう結構今このあたりすごいいい香りが充満してます、ね、このままうっかり食べたくなるんですけど、はい、ちょっとね、あの乗っけるときは水分があると邪魔になっちゃうので水気を切りたいです。ということでこうキッチンペーパーを敷いた上にこう並べ替えてちょっと水分を取るということになります。はい。そしてね、ちょっと上からも水分を取る、こんな感じですね。はい。さあ、それではクランブルの方ね、今ちょっと時間が本当はね、もうちょっとしっかりと置いて冷たくしたいんですけれども、もうやることなくなっちゃったからクランブルの方をやっていきます。とりあえずここまででご質問ありますかね。どうでしょう、はい、はい、今クレームダマンド、クランブルを焼いてそれでクレームダマンドを敷いてそれを冷やしてますっていう状態ね。でその冷やしたクレームダマンドの上にこれから牡蠣を並べますっていうのをやるんですけれども、そもそものクランブルを作ってない、あの作って敷き詰めたところをお見せしてないので、ちょっとねいろいろ順番が前後しますけれども、今クランブルの敷き詰め方を先にやろうと思ってます。はい、というわけで先ほども言いました、この鉄板に、まあ、シルパン敷いて、そしてこれ用意しましたよね、セルクルで、セルクルに軽くバター塗って、そしてこれねクッキングシートを貼ってあるような状態、ここに、クランブルを入れて敷き詰めるということになります、はい、それではクランブルは作って冷凍庫に入ってますけれども、まあちょっとね時間そんなに入れてなかったけど、それでも冷凍庫だからしっかりとねバター固まってポロポロの状態になっていると思いますので、それを出してきます。同時に今オーブンを160度に点火しました、ね、160度でクランブルだけを15分まず焼きます。下焼きして、そして少しクランブルだけに火を通してから、後で全体をもう一回ね170度で、45分焼きます。あ違う、180度に、して45分焼きます。というわけでこちらねクランブル冷えてます。はい、じゃあちょっとこれをもう一回下向けまして、ではこれねこの中の全部この中に入れます。
これを平らにしたいわけですよ。なので、なんだろう、小さいコップとかがあると便利なんですけど、さっき私ラム酒を入れるのに使ったこのちっちゃいカップがあるんですけど、まあ、こういうのあったら便利かなと思いますね。これでこうやって押し付けて平らにしていくと、こうアスファルトを鳴らすように。トントンってやって、それである程度平らにしてあげると。はい、これで160度で15分焼いた。それが、最初にお見せしたものになるんですね。なので今日はこれはこれで後で焼いてもう一台出来上がっちゃうって感じですけれどもね。はい、もうほとんどパーツは全部できたので、最後の柿を並べるところをお見せして、それでオーブンに入るわけです。でオーブンに入ったらもう45分入れっぱなしになるので、その間でずっと待っていただくわけにもいきませんので、質問がなければ一旦終わります。でその後ね、焼き上がった後の処理を一応せっかくだから、もう一回つなげながらやるけども、時間も結構遅くはなると思うので、もちろんアーカイブに残しますので、焼き上がった状態はアーカイブの方で見ていただくのもいいんじゃないかなと思いますね。でとりあえず今からやるのは柿を並べるっていうところをやります。はい、とりあえず今のところご質問とかありませんかね。はい、じゃあちょっとね、最初よりもね結構こう見ていただいてる方増えてるみたいなので、ちょっとね2度目3度目になっちゃって申し訳ないんですけれども、今柿とほうじ茶の手抜きタルトというのを作ってます。それで一応ですね、配合の方もう一回お見せしたいと思います。でよければそこでスクリーンショットを撮っていただくのもいいかと思います。で作り方なんですけれども、作り方のレシピは明日公式の LINE の方でお配りしてますので、よろしければそこで登録していただいて受け取るというのも ありだと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、こちらね、はい、まずはクランブル生地を作って、そして、セルクルに敷き詰めましたっていうことです。薄力粉は何でもいいけど、エクリチュールで今回やったら美味しかったなと思ったので、一応おすすめっていう感じですね。はい、ガルニチュール、まあ、具ですけれども、これは、具って言わないね、ちょっと今回のね使うフルーツは柿で、適宜というか、まあ、分量外って感じで、グラニュータタラム酒をちょっと振りかけて30分ほどマリネします。はい、そしてですよ、それとは別にクレームダマンド、こちらも、発酵バター、それから粉糖全卵アーモンドパウダーというのを同割りのところにほうじ茶の粉末を 1g、 これね 1g って測りづらいですけどもね、小さじでいうと2g だから4分の 1g ぐらいです大体。はい、それと、まあ、薄力粉がちょこっと、そしてラム酒、これを全部混ぜたものっていう感じです。で焼き上がった後、これはねオプションですね、ツヤツヤな感じの仕上げにしたければ、ナパージュミックスをレンジで水をレンジで溶かして、それを上に塗るという形になります。はい、ではシェア停止、コメントオンにします。はい、特に質問は来てないみたいなので、来てないね。では今度柿ね、柿このマリネしたものは水分を取って、今ちょっとね水気を取っていたところです。はい、1個の柿を24等分にした状態です。ではこれでね、これから並べていきたいと思います。あ、これでねちょっとまた下向けますね、見えてるよね。はい、
そうしましたら柿はそうですね、3週、外が1週2週目、そして3週目はこう真ん中にちょこっとっていう感じで、外側がだいたい14個ぐらいになるかなと思います。ではこれをね並べていきます。はい、でよく見かけるんですけど、こういうふうにやっ、あ、ちょっと冷蔵庫に入れたからクレームダマンドがこう固まってます。だからこれを置いてもちょっと動かしたりすることができますね、今の段階でね。よくあるパターン、こういうふうにやってる人多い気がするんですけど、こういうふうにこういうふうにっていうか、でそうではなく、ここの丸い部分をつける、ここをねセルクルに当てるんじゃなくて、ここを当てる方がかっこよくなると思うんですね。こういうふうにで、それを少し重ねながらやっていきましょう。まあ、ちょっとその都度ね柿の大きさが違うから14個ぐらいなんですけどね、だいたい毎回。でもこう置きながら少しちょっとずらして、ずらしの具合をその変えていく必要があるかもしれないね。 1,2,3,4,5,6,7、 これでちょうど半分いってないとダメなんでね、14個っていうことだからね。ね、ここを当てるんじゃなくてここを当てる、風邪なくなっちゃった。1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6、はい、そしてこれ最後1個入れると14個になります。当然最初の1個こうやって浮かせて、最後の1個が向きがちょっと分からなくなっちゃった。これはこうだね、はい、これを浮かせの下にくぐらせるのって感じですよね、この場合はね。こういうふうにこういうことになります。そして、はい、いつもね言ってるんですけど、これが私はこういう時によく使う小さいパレットナイフです。ちょいっとだけ動かしたい時に便利ですね。ね、すごい、とにかくね すごい気に入ってるんですよ、このちっちゃいの。何かと便利です。はい、で次2段目が、だからこれ14の8、14+8で何、14+8で22だよね。あれ8かな、忘れちゃった。1,2,3,4,5,6,7,8、7か8かどっちか、大きさによる。それで最後2個残すみたいな、8個いくかどうか、まあねその時の柿の大きさにもよりますからね。はい、2段目も同じような角度で並べていきます。今日の大きめですね、こういう感じ。ここが花見たくなるように、そのためにはさっきから何度も言ってるんですけど、こう縦にやる人多いんだけど、こうやって寝かしてこうお花になっていくように、うまく言えてるかな、なんか寝かすっていうのが伝わってるかしら。はい、こうね、でちょっとこう真ん中開けたいわけですよね、この重なりも同じぐらいにして。
そしてあとは2個、大きかったら1個でもいいし、かちょっと切るかな、小さいの残しておくべきでしたね、そもそもが。こうやってもいいか、これでちょうど24個並びましたね。はい、 OK です。そうしたらこれね、これを焼いていきます。すいません、これは170度で45分、あ、じゃあ180度で45分になります。ちなみにうちは、リン内のガスオーブンを使っている前提でやってます。というわけでこれでねオーブンに入りましたので、あとは45分後ってことになっちゃいます。はい、で、とりあえずね、ですからもうね時間も時間ですので、今日ねここまでっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、後半の部分もくっつけて一つの動画にしてアップしとこうかなと思います。とりあえず今のね並べ方のところまで、ご質問ありますか？ちょっと遡って質問があるかどうか確認しますね。ないっぽいね。ないかも。うん。こんばんはから冷蔵庫だと何分も来る。どんちゃんさんありがとうございます。はじめまして。おね、これでも時間差があるんですよね。だから今の時点でもうちょっと待ってみようかななので質問があったらぜひねお願いします。そうですね、今45分入れますよね、オーブンで出してきたら、これから先なんですけれども、はい、ナパージュミックス、これ富澤商店とかで売ってますけれども、こういう粉末状のものでして、これに対して2倍のお水、まあ、水分を入れて、そして、煮溶かすわけですね。である程度の量だったら小鍋でやればいいんですけれども、まあ、 量が少ないので、もう私の場合こういう耐熱のボウルに入れて、そしてはい、こちらにこのね水を、倍の水入れます。そしてこれすごくダマが残りやすいのでよく混ぜます。こういう小さい、ね、泡立て器でくる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 。はい、聖子さん、美しい柿の並び見惚れてました、ありがとうございます。ノリアさん、カーブをセルクルに沿わせる並べ方よくわかり、ありがとうございましたって、うん、嬉しいです。そうそうそう、そのカーブを当てるっていう、この私がなんか一生懸命何回かしつこく言ったのが伝わってたら嬉しいです。それはね、当ててない人が多いんですよ当てると綺麗にお花形になるんだよね。うん、そこなんですね、ポイントは。はい、あとマンゴーさんも、並べ方勉強になりました、とっても綺麗、ありがとうございます。そうです、はい、まあね、よろしければアーカイブでもう一回そこだけでも見ながらやっていただければと思います。はい、それでね、こうやって白濁したこういう液状になりますので、これをレンジで、そうですね、1分40秒ぐらい、まあ私の場合、うちの場合600ワットのレンジなので、ちょっと皆さん500ワットだったり700ワットだったりするとちょっと違うかもしれないですけどね、微妙に。あとラップしがちだけど、
この場合はしなくていいです。1分半ぐらいは蒸発させる、ちょっと水分も飛ばすイメージなので、うん、はい、もちゃこさん伝わってますということでありがとうございます。よかった。なんか言葉足らずなんですけど、まあ、見ながらだったからね、なんとか伝わったかと思います。まあ、ちょっとしたことなんですけど、これって別に今日みたくね、焼く場合じゃなくても生のフルーツでタルトやる時も考え方として同じなので、この綺麗にねお花形にしたい時の、まあ、参考にしていただきたいなと。リンゴとかにもやりますよね。リンゴもそういう風にやるといいんじゃないかなと思います。はい。なので、45分後なんで、まあ今もう40分後ですので、23、なんかなんだかんだやってるうちにサッカー見ようと思って起きてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうするとちょうどね、サッカー始まる前にもう一回最後見ていただくってこともできます。結構遅いですけれどもね、もし暇だったらお付き合いいただきたいとは思います。はい。あとね、じゃあこれだから焼き上がったらちょっと粗熱取れてからこれ塗りますっていうのは、まあ熱々だと塗ってもなんかサラサラすぎてこのとろみがつかないというかね。なのでオーブンに入れてる、オーブンから出してきて粗熱が取れたものと、こちらが1分40秒ぐらい加熱したもの、うん、これで加熱した直後っていうのは、まあ、レンジから取り出してきたら、まあ、70度とか7、80度近くあるわけですよ。ボコボコに沸騰したとか、でそれだとサラサラすぎるんですよね。だから50度ぐらいまで落ちるのを待って、少しとろみがついてきたところでこれをハケで塗るっていう、それでまあ、艶出ししてくださいっていうことですね。はい。みだんさんかな。すごい詰まっちゃった。もうとても参考になりましたって言っていただいてます。ありがとうございます。はい。もうたくさんの方に伝わったということで安心しました。はい。なのでその艶出しをする、あとはまあお写真見ていただいてると思いますけれども、まあ少しね緑の色がちょっと欲しいかなっていうところも、あるので、今日はピスタチオをこう細かく切ったものがあるので、それをちょっとね周りにチラチラっと飾ってあげてもいいかなと思います。サンキューミックスさん、味が想像できない、美味しそう。味が想像できないけど美味しそうなんですね。ありがとうございます。はい。まあでも普通の焼きタルトの味ですね。そんなになんか驚くような、なんか意外な味ではないですね。でもう結構な方、数の方がね作っていただいてるんで、いちじくはね間違いなく美味しいんですけども、柿もなかなかどうして、あとはプラムも美味しいです。でプラムは太陽プラムとか企業とかいろいろありますよね。赤い皮が焼いてもすごく綺麗に色が残るので、このお花型にした時の色の映え方は多分プラムが一番綺麗かなと思います。はい。どんちゃんさん、ナパージュが固まったらまたレンチンしていいのですか？はい、もちろんです。ちょっとね塗ってる途中で固まってきて、こうさっさっと綺麗に塗れないなって思ったら、レンジで少し温めていただければいいと思います。今日の場合はね、あったかいものに塗るからあんまり固まりにくいかもしれない。冷たいフルーツの場合だったらそうですよね。特に塗ってる間に途中で固まってきちゃってダマダマになっちゃったりするってことあるんで、もちろん温め直すでいいんですね。はい。大丈夫ですか？はい。他にもないかな。うん。はい。もうちょっと待ってみようかな。うん。はい。聖子さん、プラム来年まで待ちます。そうなんですよね。ですね、私のインスタの方でこう過去をちょっと面倒くさいんですけど、こう過去探していっていただくとプラムでやったお写真が出てくるので、よければ見てください。そして、アーモンドクレームダマンドの時には、その時はアールグレーの茶葉を入れました、うん、でアールグレーの場合は、まあ、紅茶の場合はね、うん、今日みたくそのミルサーでかけなくても、ティーバッグを使うと、ティーバッグを開けるとちょうど細かい、結構細かいので、とても高級ないい茶葉をわざわざこうするっていうよりはティーバッグを買ってくるのが楽なんじゃないかなと思いますね。ティーバッグで、まあ、1袋 2g ぐらい入ってますけれども、ちょうど
2g でいいんじゃないかな。今日はほうじ茶ね、意外と強いなと思って 1g にしちゃいましたけど、アールグレイ 2g って私前のレシピに書いてあったかも。とにかくインスタの過去の方を見ていただくと、多分配合も書いてあるんでそれ見ていただければいいかな。はい、あとマルレちゃんは洋梨でもできますかってことで、もちろんですね、洋梨も美味しそうですよね。うん、まあ洋梨だとまたこの独特の形だから、並べ方はちょっとまた別なパターンもありかなと。このお花形じゃないやり方もいいのかなって今思いましたけどね。うん、洋梨のタルトってよくあるじゃないですか、いわゆる洋梨のタルトね。であれと同じようにこういう洋梨があったら、こう縦にっていうか、こう横にこう薄くスライスして、それを上にザッと置いて少しずらしておくみたいなやつありますよねこれで伝わってるかどうか、まあよくある洋梨のタルトでね、並べ方あれもいいかな。洋梨の場合ちょっとね、均等なお花型にやりづらかったりもするので、そのね、従来の焼き洋梨のタルトの並べ方がおすすめかなと思いました。はい、うん、まあ、実はこのパターンでもういろんなフルーツでできちゃいますよね。もちろん洋梨でもできるってこと、リンゴでもできますよね。うん、はい、あ、マルレちゃんありがとうございますということで、今の洋梨の私が言いたいこと伝わったかどうかわかんないんですけど今ので伝わってなかったら LINE ください。なんか写真をお見せしますんで、はい、あと何でやったことあるかな。やってないんだけど、ちょっとやってみたいなと思ってるやつがあるんですよ、実はこのパターンで。バナナで、下のクランブルをココア入りにして、そしてこのクレームダマンドのところも、まあ普通のクレームダマンドでもいいし、なんだったらちょっと細かく切ったチョコチップ入れて、そしてバナナ敷き詰めて焼いたら美味しいんじゃないかなと思って、チョコバナナでもやってみたいなと思ってます。はい、やってないですけど。でいまいちだったのはね、かぼちゃ、はい、かぼちゃもなんかいけるかなと思ったけど、割と上なんだ、かぼちゃがもさもさしてて、で下のクレームダマンドとあの生地のザクザクで、なんかこうみずみずしいフルーツっぽい部分が欲しくなっちゃいますね。食べててなんかこう喉に詰まるような感じで、ちょっと水気が足りないって感じになったので、うん、かぼちゃはいまいち。味的には美味しかったんですけどね、あのクレームダマンドの方にシナモンを入れて作るみたいな感じで良かったんですけれども、はい、はい、ね、なんかちょっとね、途中から見ていただいている方もいらっしゃるようなのでね、ちょっと重複になっちゃいますけども、繰り返しで申し訳ありませんけれども、柿とほうじ茶のねタルト今焼いてます。そして30分後ぐらいにもう一回戻ってきて焼き上がったところをお見せしますが、まあ夜も遅いですから、アーカイブで見ていただくのもいいかなと思いますので、ぜひね、興味ある方はアーカイブ見ていただいて、そしてね、よろしければ LINE の方からレシピの方もお配りしていますという感じです。はい、ではですね、ちょっと皆さんもう質問ないですか？質問がなければ、一旦閉じさせてもらって、焼き上がりに再集合する方が少しいたら嬉しいなっていうぐらいで、別にあの誰もいなくてもとりあえず録画しますので、それで1本の動画に綺麗にね、ちょっとくっつけてからあのアップしようかなって思います。はい、うん、じゃあ OK ですかね。はい、いやでも結構ね、まだね44人の方見ていただいててありがとうございます。はい、それではなんか質問ないみたいなんで、はい、後で焼き上がった様子をお見せしたいと思います。はい、というわけで、皆さん夜遅くにありがとうございました。一旦ここで閉じさせていただきます。大丈夫ですかね。はい、それではあのお休みになる方はおやすみなさいということで、失礼します。はい、こんばんは。
実はこれ先ほどのライブの続きなんですけど、あ、また引き続き見ていただいている方もいますね。皆さん遅い時間に集まっていただきありがとうございます。今日はね、実は9時から、ライブをしておりまして、それを見ていただいている方もいますね。あ、サザエさんとかね、あ、フェブリエルさん、はい、リツーさん、モニカ、ムスタさん、ちゃんと読めてなくてごめんなさいね。はい、ローズマリーママさん、スタジオジェンマさん、だ、はい、あ、リツさんこんばんは、ありがとうございます。はい、マチコさんとかね、はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。もう23時ですけれども、先ほど、焼き上がりましたはい、それでね、それを早速見ていただこうと思いまして、もう一回、ライブをね続けさせていただいてます。はい、それではね、柿のタルト45分焼いた状態をお見せしようと思います。あのね、私ねバカだから間違えて途中まで190度で焼いてたんですよ今日。なんでそういう間違いするのか全く分からないんですけど、で途中で気がついて、あっって思ってね10度下げたんですけど、若干焦げ気味、まあ美味しそうな焦げっていうふうにも言える、ギリギリ許せる感じです。ご案内で出している写真よりはしっかり焼けてるって感じですね。では見ていただきましょう。はい、じゃじゃん、はい、21時の点点点の YouTube 先週はなかったのですか、リツさんからご質問いただきました。はい、あ、 YouTube の方ね、毎週木曜日、YouTube の方もやってるんですけれども、そうなんですよ、ちょっと2週間お休み、今週もお休みいただきます。そして来週からまたね毎週木曜日やりますので、よろしければぜひまた聞きに来てくださいね。はい、というわけで、これね下の方にもう一回向けます。はい、こんな感じです。しっかりと焼けてます。はい、そしてねちょっと紙剥がしてみますね。はい、こんな感じ。まあ紙はねスルリと取れるんでね、これオーブンペーパーで、でしかもやっぱりこうちょっとここの辺がキャラメル化してるんですよ。だからセルクルに貼り付いちゃったりする危険があるから、やっぱりちょっと面倒くさいけど、やっぱりこのねベーキングシートで囲った方がいいと思います。はい、こんな感じでしっかり焼けているので、ここに、艶出ししていこうと思います。はい、先ほどのねライブでもうねちょっと作っちゃいましたけどね、作っちゃったっていうか混ぜちゃいましたけれども、ナパージュミックス 20g に対してお水40を入れてよく攪拌させた状態です。これをレンジで1分40秒かけて、そして煮溶かしていくということですね。じゃあそれやっていきます。はい、ね、今あ結構皆さんね前半見てくださってる方がまた、引き続き来ていただいて嬉しいです。はい、かなこさん美味しそうって言っていただいてますね、ありがとうございます。はい、結構よく焼きです。途中190度で間違えてやってたというありえない失敗をしましたけど、失敗というか、まあ、途中で気がついたんでね、別に焦げてるというよりはお写真で見て、もう一個ねインスタライブの案内で見ていただいてる写真よりはよく焼けてるって感じですけど、焼き菓子的にはねこれぐらい美味しそうなのかなと思います。はい、まちこさん前半見れなくってアーカイブ楽しみしていますということで、はい、ぜひご覧ください。結構ね簡単なので、簡単な割には見栄えするっていうところでね作りやすいと思います。なのでぜひね挑戦してみていただければと思います。今ナパージュやってます。で本当はですよ、ナパージュを塗るときはこれ室温ぐらいまで冷めてからの方がいいです。はい、だけれども、まあ、ちょっと塗るところも見せていきたいなと思ったので、ちょっとあったかいんですけど、まだちょっと塗っちゃいます。そうするとね吸われていっちゃう部分もあるかもしれません。だからこれはもう地層に冷めていると思ってくださいってことね。あとは、まあ、ピスタチオ今日は細かくみじん切り切ったものにを用意しました。なのでこれをまあ適当にこうちょっと周りにつけていこうかなって思います。今ねレンジできたかな、はい、
第1分40秒ナパージュミックス、ね、溶かした状態です。でこの商品の、まあ、特徴としてですね、こうやってちょっとこう周りに泡がね、こう白い泡が出てるんですけど、これ結構あの汚く見えちゃったりしますので、スプーンでささっと取り除くといいと思います。はい、まあ、あの今ね、私はあのレッスンの方でも、まあ、スタイリッシュデコレーションオンライン講座といってね、ちょっとデコレーションなんかにも力を入れていくプロ向けのコースをやっているんですけれども、まあ、そこでもよく話しているんですが、デコレーションでね、ちょっとこう決まるポイントってこういくつかね、気をつけていくと、そういうポイントがあるわけですよ。でそういうところを気をつけるとこう決まるんですよね、バランスとか見た目がね。ただ絞りが上手とかそういう話より実は大事かなと思ったりするんですけれども、バランスで、あとね、よくね、私マージンを大事にするっていう風にね、レッスンでいつも言ってるので、もう何度も聞いたよっていう生徒さんも今日見に来てくださってるかもしれませんけど、輪郭を出すとかっこよく見えるんですよ。丸いものだったら丸とか、四角いものだったら四角だから、うん、例えばショートケーキなんかでこう角が決まってないと、この輪郭がぼやけるのでかっこ悪いんですね。だから例えばですね、そんなファンシーな絞りやんなくても、ただのナッペでこの角だけが決まっていると、それだけでかっこよく見えるとか、そういうことあるわけですよね。うん、で輪郭を強調するのが好きです。こういう丸いタルトでも、今日だったらもう輪郭を強調するために周りだけにピスタチオつけていこうかなと思うんですけれども、そういうのよくやります。あと普通のタルトだったら、こう周りにこうタルト生地が見えてて、それで中身があるっていう時、このタルト生地のヘリだけに、コンフィチュールが塗ってあったりとか、あと粉糖がついてたりするの見たことないですかね、お店でね。そういうふうにね、ちょっとこの線、周りの線を強調するっていうのが一つのテクだと思います。はい、でですね、これ最初シャバシャバだと、あのツヤらしいんで意味ないので、少し温度が下がるのを待ってるところです。はい、今ね64度、まだちょっとシャバシャバすぎます。これだとツヤ出しというよりは液体としてグイグイここに吸われちゃうだけなのでね。はい、ちょっとまだね、まだ早いかも。というわけで、ちょっと時間稼ぎおしゃべりしようかなっていう感じです。はい、途中から見ていただいている方も、皆さん遅い時間にね、ありがとうございます。今日はね、9時から実はこのね、柿とほうじ茶のたぬきタルトを作ってまして、そして先ほどじゃないね、10時くらいにオーブンに入れたんですよ。なのでもう一回今つないでて、焼き上がり見たい人また集まってきてくださいっていう風にね、言ったら結構ね集まっていただいているという状況です。今初めて見ていただいた方も、よろしければね、アーカイブを残しますので、前半のこの生地を作るところとか、あと特にね、特に注目していただきたいのは、このフルーツをいかにきれいに並べるかとか、そういったところをね、強調して、そこがポイントとして皆さんに見ていただきたいところだったので、ね、今から見ていただいている方はぜひ前半もよろしければね、明日見ていただければと思います。はい、なんかね、ご質問ありますか？ないかな。はい、そして今何をやってるかというと、ナパージュミックスってね、粉末のものが売ってますけれども、それに倍のお水を入れてレンジで煮溶かしたと。でそれを塗っていきます。ちなみにこういう、ね、焼き菓子に、ツヤを出すのっていうと、ゼリー状に固まった、ナパージュっていうのも売ってますよね。でそれも、まあ、あの商品によると思うんで、その商品の説明を見ていただく方がいいんですけど、まあ、何倍の水で埋めて、そして加熱して溶かすようにっていう風に、書いてあると思います。なのでそのね、指示通りの割合にして溶かして塗っていただくっていう形です。で、今日使ってるのは粉末のものなので、まあ、使い切らなくても持つじゃないですか。なので、あと少量ちょこっと作りたい時なんかにも便利なのがこの粉末タイプかと思います。
あとね、そのツヤ出しではもう一つミロワールヌードルっていうね商品をね富澤さんなんかにも売ってると思うんで、それだと、特徴としては攪拌するだけで使う、水加水しなくていいし加熱しなくていいってタイプがありますね。これは焼き菓子には向かないので注意してくださいね。緩すぎて、であとは別に乾かないんですよ。だからただゼリー状のなんかこう少し濃度のある水分が乗っかってるだけのような状態なので、生のケーキね、ムースとかに塗るときは向いてるんですけれども、こういう焼き菓子のときはただただこう水分が上に加わっちゃうっていう感じで固まってくれないので向かないですからね。なので加水加熱タイプのものを使うのがいいと思います。はい、ね、いろいろ喋りながら時間を稼いでいるわけですが、50度ぐらいになったので少しねとろみがついてきました。はい、で、もう塗っていいかなどうかなっていうのは、まあ少しこのハケにとって実際塗ってみればいいんですよね。で、吸われないでちゃんととろみとして残っていればいいってことです。で、あのレシピには50度ぐらいで使うって書いたんですよ。で、あのそれはですね、タルトがちゃんと室温になっていると、だから室温ってことで言うから、なんか例えば20度から30度ぐらいの間の温度になっているところに50度ぐらいのものを塗るんだとちょうどいいかもしれないんですよ。で、今日は取り急ぎどういう感じかっていうのをお見せしたいので、タルトは実はまだ冷めてないんですね。で、これを冷ますのにはまたね結構なお時間かかるし、もう深夜になってしまいますので、タルトがあったかい状態なんですけど、そこでまあ一応こんな感じで塗るんですよっていうのをお見せしますから、実はね結構シャバシャバ、あのとろみがちょっと足りないって感じになっちゃうかもしれません。まあそこはちょっとご了解いただいて、本来であればしっかり冷ましてから塗ってくださいということね。そこは注意してください。じゃあちょっと塗っていきますね。はい。ということで、はい。少しね、さっきよりもこう、濃度がついてきたっていう感じです。で、これをね、こうフルーツに塗っていくわけです。で、この加水して加熱するタイプのものですと、ちゃんとね冷やした時にしっかりと固まって、そしてコーティングされますので、乾燥防止っていうことと、あとはツヤ出しとね、両方の、観点から塗るといいですね。はい、こんな感じでね、軽く全体にツヤを与えました。はい、そしてあとはねピスタチオを今日は用意しましたね。小さくみじん切りにしたものです。これはあれですね、あのデコレーションでよく使うスーパーグリーンという名前の商品ですね。イラン産のピスタチオで、あのこれはローストしてない状態です。どっちかというとデコレーション重視で色が綺麗なものなので、色は綺麗ですけどね、ローストはされてないので食べてこの状態で美味しいという感じじゃないですね。食べるんだったら少しローストした状態の方が美味しかったりします。はい、で、そうですね、なのでこれね、そんなに口に大きな粒で入ると美味しくはないんですよ。だから細かく切って使ったり、少なくともね半割りぐらいにはしますね。ホールのままコロンと乗っけるという使い方はあんまりしないかな、デコレーションの時は。あとはカットした、そうですね、側面の方が、側面じゃない、断面の方が色が綺麗なんですよ。だからあのなんでしょうね、このホールで外側だとちょっと色が濃くてこの色のコントラストが出ないので、そういった意味でもこう細かく切ったり
断面を出してあげたりっていう方がいいかなと思います。微妙に足りないところをなんとか垂らそうとしてる。すごいギリギリの量でしたね。はい、というわけでね、ちょっと周りだけにこうつけると、そしてこの丸い輪郭を強調するみたいなつけ方にしましたね、今回は。はい、半割りにしてそれをもうところどころに置くっていうのとかね、いろんなことはできるかと思いますけれどもね。はい、あ、なんかギリギリ足りないけどもう切りたくないって感じなんで、これで終わりにします。はい、そうしたらお皿に乗せ替えましょうかね。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、いかがでしょうか。はい、はい、こんな感じで、はい、側面は、タルト生地がないので、こう焼いた状態のままっていうか、この一番底がクランブルで、そして真ん中のあたりがほうじ茶の入っている、クレームダマンドが見えていて、そして表面がこんな感じで柿。こうやって見るとそうだ、あのアプリコットも美味しいです。はい、じゃあ質問来てますね。はい、道具のことで質問です。先生のハケとても使いやすそうですが、どちらのものですが、か、綺麗ですね。どのようにお手入れしていますか。はい、ハケさっき見せたやつ。あ、ナパジョ塗ったやつですよね。これ。はい。うわ、なんだっけ。あのね、何回も洗ってて、ここに表示が書いてあった、なんていうのか、こうブランド名というか、それが消えちゃったんですよ今で。やばい、どうしても思い出せないです。もう一個あんまり洗ってなくて、まだ表示が残ってるやつなかったっけ。ないな。はい、思い出しますそれであのちょっとね、できれば LINE で問い合わせていただいていいですか。これね、ちょっと名前がどうしても思い出せないんですけど、すごくいいです。まあ、衛生面でいうとハケって多分シリコンがいいですよね。やっぱりハケって一番こう汚れが取れないというか、まあ、雑菌も繁殖しやすいものなのでね。うん、でいずれにしても煮沸消毒した方がいいんですよ。一生懸命洗ったとて菌なんて綺麗に取れないので、とにかく熱湯で茹でちゃうって感じで、これもハケ耐熱なんで、でナイロンなんで、結構お湯でガンガン茹でちゃってるんですよ。ここもね、この辺の周りもね、熱に強いので、そうするとこら辺はね、こういったものほど衛生的じゃなくて、まあ、こっちの方がね、毛は細かいんですけど、同じように煮沸できるし、ナイロンだし、でたまにこれだとほらちょっと繊細な動きができないっていう時ありますよね。ちょっと塗る時このハケの跡もついちゃったりするんで、そういう時はやっぱこっちの方が気に入って使ってるんで、これもねナイロン製なんですね。はい、それで耐熱ということですが、ごめんなさい名前が思い出せない。ネットで買いましたね。はい、結構高かった、なんか2500円以上するかな。その代わりすごく持つので、ね、こう毛が抜けたりしないんですよ。なのでおすすめです。はい、ごめんなさいね、でも思い出せなくて。はい、ちょっと後で調べておきます。で、あとタルトをきれいにカットするポイントがあれば教えていただけますか。はい、ですね、完全に冷めてから切りましょう。だから今ね、切るとこお見せしたいけども、今絶対崩れそう、熱々なんでね、今しっかりと冷めてから、何でもそうですけどね、ケーキ熱いうちにちょっと崩れやすいです。冷めた状態で、そしてまあこれ波形の包丁で切るとして、そうすると2段階で切るって思ってください。フルーツの部分と、それから下の焼き菓子の部分。そうすると、まあ今日フルーツっていうと柿の部分ですけど、これ当てて少し最初こう細かく、こう振動を与えるような感じで上下ノコギリ状に切って、そして
柿のところが切れたなと思ったら下までグイッと押し込むっていう感じでやると綺麗に切れますね。はい、あんまりギーコギーコって大きくやるとこう柿が綺麗にせっかくこう並んでたのがこうよれちゃうというかね、こうずれてきちゃうので小さくチチチってこう振動を与えるように切るって感じですね。そこがポイントになると思います。はい、でリツさんはハケのことまた LINE で質問しますということで、はい、すいません、ちょっと調べておきます。はい、そしてノリアさん2段階でカットありがとうございます。はい、そういうことですね。柿部門と下の焼き菓子部門でちょっとこう切り方変えるみたいな感覚がいいと思います。はい、大丈夫ですかね皆さんね。はい、途中から聞いていただいている方ももしよろしければそうアーカイブの方で前半を見てくださいね。いきなり出来上がり見てもなんなんで、すごく簡単な柿とほうじ茶のタルトでした。はい、それでは、ね、レシピ欲しい方はぜひ LINE の方から、ね、ご登録いただくと明日、配布させていただきますのでよろしくお願いします。はい、それでは大丈夫かな、もう質問ないですかね。はい、大丈夫なような気がします。はい、それではもう一回ちょっとお見せしようかな、私の顔よりこっちだね。はい、というわけでね、今日はこちらを作りました。はい、あ、そうだ、一応ね予告だけさせてもらいましょうね。ま、次回はですね、まあ、そろそろクリスマスということもありますので簡単ですけれどもね、キップフェルンっていうね、クリスマス用のクッキーを作ります。そして同じ生地でちょっと別な形のアレンジもねお見せしようと思いますので、キップフェルンの生地でこういうね三日月型のクッキーを作りつつ同じ生地でジャムクッキーも作っていくみたいな感じのことでやります。はい、あとドン、ツー、ワン、さんアーカイブ残りますよねということで、はい、残ります。ピスタチオ、あとユズポンさんか、ピスタチオ柿にとても映えます。そうですね、やっぱりオレンジに緑って色的に映えますよね。はい、ということでね、じゃあぜひアーカイブの方でご確認いただければと思います。はい、それではね皆さん、このね遅い時間まで本当ありがとうございます。それではまたね、次回もぜひご覧いただければと。あ、マンゴーさん、ごめんなさい。ハケですが、以前先生のブログで紹介されてたものですかって。ありがとうございます。読んでくださってた。そうです。はい。ちょっと最近ブログ更新してなかったから、あれなんですけど、よろしければそこにも書いてあるね。私の、インスタの、プロフィールページにはね、ブログのリンクが貼ってありますので、そこのねブログの方で探していただくことも可能だとは思います。はい、めんどくさくなければそこ見てください。アメリカ製のやつ、そう、よく覚えててくださいました、ありがとうございます。はい、でゆずぽんさんもありがとうございますということで、はい、それでは、今日はねここでまたね終わりにしたいと思いますが、次回もまたぜひよろしければご覧になってください。ということで、じゃあ今日は失礼します。どうも。